45分でしたっけ、ハーフ。集中だよ、集中。体格の張りよ。お母さんはメキシコ人。メキシコ人。あ、今ボール持ってきてよ。
出せ。素晴らしい攻撃。3、3、3。出せ。3、3。行って、動いて。ほら、入ってきた。オッケー、ユイさんサイドバックで、ユイさん、ユイさん、ご覧に入って。ちょっと見てますけど、あんまり今日、2人行ったら取れるから。2人行ったら取れるから。無理ですよ、プレー中で。ここで変わんないと、プレーが止まってから変わんない。違うでしょ、俺。よし。誰と誰が変わるの？怒ってる。キーパー。お、ゴーゴーゴー。誰が変わったの？福田さん、福田さん、ナイスゴール、マステロは。2ゴール？ 1 モアゴールね。はい。I can breathe. What happened to the line? You're fucked up, huh? I don't know who came to my house. First, I thought King Sucker was there. He's a combined guy. Was he? I didn't know that. His cops came after that or no? No, nobody comes back. My neighbors are okay now. That's cool. They haven't called the police in like 10 years. Okay, okay, that's it! Yeah, yeah! People weren't going crazy. Someone stole my iPod though. Oh, really? It's fucking ghetto. I had 2 iPods. They sold the old one, not the new one. I wanted the old one. From your car or from your house? No, from like outside. Like, it was playing music. And someone switched it. In the garage or something? はい、仕事前に頑張ってきたのにな、走ってんのよな、一本パス来ないな、本当に。フリー、フリー、左ばっかりな。次で出ますか。俺チーム戦10番つけてやがる。チーム戦10番つけてる。あの外人の人？ごめんね、ユニフォームがなくて、あれしか。そう、昨日夜中借りに行って。コースなんで来ないんですか。仕事があるからさ。選手退場。あ、そっか。でも今日予定があったんだって。元々、うん、あのやべスポンジでも電線でも切れるやつ1本あったら余裕しちゃったどうしようかな。え、それは自腹で買うんですか。普通お店出すでしょ。用意してください。どうしたらいいかな。どうですか。いや、ちょっと痛いですその道で来るか知らんけど、まあ持っといてもあれなんか。たまにでもコウスケさん、俺もう帰ろうかなとか言うときあるんですよ。もうやだとか言って。いや、なんか昨日俺友達になったんですけど、その友達なんかミシュラン2つ星のビバリーヒルズの寿司屋。ああ、知ってる。次回ナンバーワンだって。それは結構トラディショナルな寿司だし、それでも結構もうあの快適料理。快適だってお客にいるふうに言ってますけど、そういうセールとしか来ない。そいつだって板前で、板前とかその快適の天ぷらとか揚げるって、それで月々手取りの天ぷら。浮いた人に対する天ぷら。あんまり使うわ。回転寿司10回行った方がいい。確かに。持ってきますよ。すごい。え？いやー、もう嫌だ。なんか、むずっ。小児さんだけが走るフォローする。いいよ、その辺のこと。どうしよう。うまい、すげえ。
カズナイシュー、カズナイシュー、スルハシアメリカ何してるの。いや、あの、いとこはスルハシ。19歳するの。お前、裏切りの柿谷とかどうして行ってましたの。いやいや、レバ刺しないっしょ。そうですね。いやいや、もう安人のレバ刺しももう。ツルハシ、ツルハシ。いや、ツルハシの俺だ。なんとかうちは、いいのいないと。いいのあったら出す。いや、そのと。いや、それは毎週金曜日にレバーを仕入れてるんですよ。で、そこで、もうその日にもう開けて、判断するんですよ。レバ刺しやるから。あと1分だよ、集中、あと1分。悪かったら出さない。ただそうすると、焼きレバーがちょっと上質な焼きレバーになる。もういいじゃん、ラムジーで。もういいよ。もういい、俺はもうお払い箱だ。お前どこなっていいですか。え、あのラムジーの、ラムジーのバックなっちゃったんだね。あれ、あれは、カッパどこ行ったの、カッパ。え、コウズさんか。寝坊。カッパ。向かってるんですか。多分寝坊、電話出ない。何時前に寝たん、あいつは。ゲームしだな、あいつ多分。そうだ、俺ラムジーに俺右サイドバックだったのに右サイドハーフって言っちゃった。俺だからあそこにいんだ。なんかあいつな、あいつばっかボール蹴んなと思ってたよ。難しいっすね。いざーす。はい、もう終わりだよ、終わり終わり。何が難しいっすね、サイドバック。あの人でもサイドハーフのつもりでやってます。そうそう、枚数が後ろ足んないんですよ、いつも。ほや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 、早いっていうか、あのジジイが遅い。なんで映ってたの。映ってたの。パスボールコネル。でもやっぱ珍しい、こっちだって左サイドばっか攻めてるから。カードの話だ。ちょっと後に。なんかこういうのって。